暑いに、めっちゃ暑い。それじゃ行ってきます。宝石が見えてきた。うわー、いっぱい車ある。レストランのラストオーダーが4時ということで、ギリギリ間に合いました。よいしょ。めちゃめちゃ涼しい。涼しいっていうか、涼しい。はい、おはようございます。お店の中でも食べれる。ここはテラス席かな。テイクアウトした人とか物産展で買ったらこう使えると。おお、めちゃくちゃいいじゃないか。開放的で。マルゲリータ注文してきました。見晴らしの良さそうなテーブルで食べようかな。オープン。うわ、めちゃくちゃ美味しそうだ。道の駅のピザってなんかいいよね。いや、間に合って本当よかった。飯が。おお、いただきます。うまっ。めちゃくちゃ美味しいんですけど。もちもちだわ。ごちそうさまでした。めちゃ美味しかった。ビール飲みたい。あった、道の駅小杉物産館。ここでお土産とかを買ってこようかな。じゃあ行ってきます。今物産展でワインを買ってきました。保冷バッグの中に入れて後で飲みます。よし、じゃあ早速ハセラーを車中泊仕様にしていきたいと思います。はい、まず、あれ前の3シールどこやったっけ。まあいいや、とりあえず、お、これを最大限椅子を上げて、上がったら硬いんだよね、このヘッドレスト。硬っ。ヘッドレストを取りますね。よいしょ。こっちも買った。よし。で、この座席を最大限前に持ってきます。よっ。見て、こっち側もね。よっ。で、窓に目隠し兼断熱材を貼りました。これはね、自分で作った。で、これを買ったから窓の一箇所だけ網戸にしようかな。ひんやりシートを引いてきます。寝る体勢が整いました。